全農日本ミックスダブルスカーリング選手権、第1日、23日、青森みちりん、ドリームスタジアム。1次リーグ、L が行われ、2年ぶり優勝で22年北京、五輪への道をつなげたいロコ・ソラーレの藤沢五月、29、SC、軽井沢区の山口武、36、組は、初戦で、チーム北村を9-1で破り、白星発進を決めた。今大会、優勝すれば、北京五輪の日本代表決定戦に進むことができる。藤沢、山口組は、第1エンド、E から3点を奪うと、第5 E まで、連続得点し、圧勝。相手を、ギブアップに追い込んだ。藤沢は、第1試合にしては、いいショット、いい展開で、試合を持っていけた。良い形で入れたんじゃないかなと思いますと安堵し、山口も試合前にコミュニケーションをしっかり取りながらやろうと話していた。少し小さいミスもあったが、それができたのは良かったと振り返った。今大会、藤沢はカーリングでは珍しい膝上丈のスカートスタイルのユニフォームを着用。初戦を終えて、スカートはストレッチがあって動きやすい。調子良いですと笑顔で話した。